どうも、リーフジョカです。今回は前回の動画の続き、フットサル予選リーグ第2試合をお送りしたいと思います。相手は前年度優勝チームのレジスタ神戸さん。お互い初戦を勝っている者同士、予選突破には負けられない一戦です。それではどうぞ。カメラトラブルにより動画撮れてませんでしたが、前半中盤先制点を許してしまいました。気を取り直しキックオフ。前半は攻守の入れ替わりが激しく続く展開が続きます。シュートがボールを奪い、前線に藤岡にパスも通らず、コーナーキック。初戦に比べ負けたくない気持ちが明らかに球際に現れていました。またもシュートのパスカットから陽平とのワンツーも、シュートは決まらず、早速カウンターでピンチになります。相手がドリブルで仕掛け、シュートを放つもポストに救われ、ピンチを逸します。藤岡シュート、そして木の枝と渡り、最後に陽平がゴール前に詰め、シュートを放つも相手のブロック。ボール自体は持てるものの、相手の危険なエリアのところには入っていくことができず、外で回されている状態が続いています。前半を0対1で折り返し、後半スタート。後半スタートと同時にピンチ。キーパー守護神田中がセーブ。藤岡から前線に抜け出した梶江、パスも相手のキーパーに阻まれます。一瞬の隙を突かれ、相手に決定的チャンスを作られてしまいますが、守護神田中が身を挺してセーブ。ナイスセーブ。1対1に自信のあるシュートが何度もボールを奪います。そして藤岡へパス。藤岡単独で突破を試みます。相手を1人かわし、カジとワンツーからもトラップミスでキーパーに取られてしまいます。試合も終盤、相手も負けたくない気持ちが球際に現れています。後半は相手にボールを持たれる時間が長く、苦しい時間が続きますが、キーパー含めディフェンスライン、フォワード全員で体を張って守り抜きます。激しいボールの奪い合いから、木野がボールをインターセプト。そして藤岡から前線にいるシュートへパス。そしてシュートが前を向いて陽平にパスも合わず、そして私藤岡がなんとか点を取らなければという思いが裏面に出てしまいます。トラップを相手にかっさられピンチ。カウンターを受けてしまいます。キーパーと2対1、相手に決められてしまい、ゴール。0対2。陽平の鋭い縦パスが前線につながりますが、得点には至らず。残り1分、藤岡からシュート、そして陽平とつながり、陽平のダイレクトシュートが決まり、ゴール。2対1、残り1分で1点差に詰め寄ります。あと30、残り30秒、全員でボールを激しく奪いに行って1点を取りに行きます。ゴーゴーゴー。
1対2負けてしまいました。これで1勝1敗、可能性は低いですが、次節予選最後の試合を勝って突破のわずかな可能性にかけて全力で勝ちに行きたいと思います。ラスト1試合になるのか、はたまた決勝トーナメントに進めるのか、次回お楽しみに。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。